フレッド・イサムワダはアメリカ合衆国の実業家。実業家としても、去ることながら、1964年の東京オリンピックや1984年のロサンゼルスオリンピック招致に関わるなど、スポーツ界に多大な功績を残している。和歌山県五坊島栄養市民、和歌山県スポーツ振高功労者ワシントン・シューベリンハムで、 小さな食堂を経営していた夫妻のもとに生まれるが、食堂の経営が苦しかったことから、4歳の時、口べらしのため、和歌山県に住む母方の祖父母のもとに移る。5年後に、米国のジップのもとに戻るが、すでに実母は、出産時のトラブルにより他界しており、ジップは別の女性と再婚していた。和田はこのまま母と折り合いが悪かった上に、ジップとママ母の間に、 子供が次々と生まれ生活が困窮したため12歳の時に家を出てシアトル郊外の農園に住み込みで働く17歳の時にサンフランシスコの農作物チェーン店に移り1年後には仕事ぶりが評価されて店長に抜擢されたさらにその2年後には独立してオークランド市内に野菜販売の屋台を出すようになる当時アメリカの生花店では 様々な種類の野菜をごちゃ混ぜに陳列するのが当たり前だったのに対し、和田の店は陳列に力を入れ野菜を種類別に見栄えのする形で店頭に並べたことからこの青果店は大繁盛し、オークランドの日系人社会で一躍注目される存在となった。1933年に和歌山県出身の夫人と結婚する。1941年には、 オークランドの日系人が経営する商店を束ね、共同で商品の仕入れを行う組合を設立するなど、オークランドの日系人コミュニティの中心的存在となっていたが、同年12月に太平洋戦争が勃発すると状況は一変。日系人の太平洋、沿岸3州での居住が禁止されてしまったことから、強制収容所域を良しとしなかった和田は、 翌1942年3月にユタ州に移り大規模な農園を開設。この時期に生まれた次男にエドウィンを名付けている。しかし農園の経営は非常に苦しく、1944年には当初和田と一緒に移住してきた日系人もほとんど散り散りになってしまったため、和田は同農園の経営を諦め、同年5月に 同じユタ州の別の農地に移り家族で農業を営んだ。戦後は長男、長女が共にずら持ちとなってしまったという事情から、オークランドには戻らず湿気の少ないロサンゼルスに移住し、スーパーマーケットを開く。このスーパーも非常に繁盛し、カリフォルニア州内で17店舗を構えるまでに成長させた。1969年には、 ロサンゼルス市の公安委員会委員に就任。当初は和田の持つスポーツ界での人脈を利用し、和田にロサンゼルスへの夏季オリンピック招致に協力してもらうための便宜的な肩書きとして与えられたが、和田はロサンゼルス港と和歌山下津港、清水港、横浜港など日本の多くの港と貿易協定を結ぶことに尽力。同年11月には、 公安委員会の委員長となった。1976年の柿氷招致に失敗したことや健康上の理由などから、1971年5月には同職を辞任するが、この際ロサンゼルスの市議会が満場一致で和田の留任を求める決議を行ったことからも、その仕事ぶりが伺える。一方で1961年には、 アメリカの日系人社会における高齢者を支える日系社会福祉財団の運営に関わるようになり1970年代に入るとカリフォルニア州内に日系人向けの病院や老人ホームを次々と開設。1984年にはその功績が認められて吉川栄治文化賞を受賞した。2001年2月12日、肺炎のため、 ロサンゼルス市内の病院で死去。和田とスポーツとの関わりは、1949年に、古橋博之心、橋詰四郎ら日本の水泳選手6名が、ロサンゼルスで開催される全米水泳選手権大会に出場するため、渡米した際に、選手らの宿舎として自宅を提供したことに橋を発する。GHQ 最高司令官のダグラス・マッカーサーに、 出国許可を得て遠征したものの、当時は、旧敵国として、ジャップと言われる、唾を吐きかけられる、ホテルへの宿泊を拒否されるなどした選手たちを、フレッドイサムワダが、自宅に宿泊させ、食事を提供した。選手たちは白い飯を喜んだという。そして、古橋博之進が、世界記録で1位、橋詰次郎が2位の成績を収めると、 ジャパニーズ・イズ・グレートとアメリカ人に評価され、日系人の入店拒否がなくなる、党の地位向上にも貢献した。これを契機として、当時日本水泳連盟会長だった田畑聖司や、東京大学総長だった南原茂、後に東京都知事となる、安ずま太郎らと親交が生まれた。1958年には、 東京オリンピック招致に向けた準備委員会が設立されるが、和田もデンパタ、電波田、東らに懇願される形で委員に就任。翌1959年春には、同年5月の国際オリンピック委員会総会に向けた、周表活動の一環として、政子夫人同伴で、中南米を歴訪し、各国の IOC 委員を呼び、同夫人に、 東京へのオリンピック招致への協力を依頼した。その会いあって IOC 総会では1回目の投票で東京が過半数を制し東京オリンピックの開催が決定した。開催決定後は日本オリンピック委員会の名誉委員となり、主にアメリカの大会出場のため日本から派遣されてくる選手団の面倒を見るなど日本選手のサポートを行った。 東京オリンピックの期間中には、オリンピック開催に尽力した貢献を称える意味で、訓4等髄法賞を受賞している。東京オリンピック以後も、1968年のメキシコシティオリンピックでは、組織委員会の障害役員として、JOC と組織委員会の間の中立ちを務めた、ほか、1969年には1976年の夏季オリンピック招致を目指した、 ロサンゼルスのオリンピック委員団に入り、1984年のロサンゼルスオリンピックでも、組織委員会の委員の一人として、主に日本企業をスポンサーとして獲得するために活動した。ありがとうございます。